どうもハローチューブでーす。本日はですね、ダイソーで買った釣り具で魚は釣れるのかという、企画をしたいと思います。はい、ということで、ダイソーでちょっと釣り具を揃えたので、ちょっとこれでこの大きな川でですね、釣りをしてみたいと思います。ちょっとですね、自分は釣りとかちゃんと自分で揃えてとかやったことなくて、ちょっと何が必要なのか全然分かんなかったんですけど、ダイソーでちょっとそれっぽいやつを自分で選んで買ってみました。まず竿とリールですね。これで線で、これがバケツ、魚、まあ釣れるだろうと思ってバケツ買ってきました。はい、あとはルアーですね。ジグロット、こんなの100円で売ってるんですよ。すごくないですか。です、なんか釣り具屋だと1000円ぐらいしそうな感じで、これすごい一番減ってたんで、釣れんじゃないかなと思ってちょっと買ってみました。今日はですね、この2個で試してみたいと思います。じゃあ今から仕掛けを、作りたいと思います。それでは準備ができました。ルアーはこのちっちゃな魚みたいなやつでやってみたいと思います。動きしてますね、かなり。結構飛びますね。ちっちゃいから飛ばないのかなと思ったら全然飛びました。釣れる気しかしないです。もう大物がこうかかるイメージしかないです。どこに落ちたかも分かんないです。このですね、やっぱ本物の魚っぽく動かすのがコツだと思うんですよね、多分。まあ分かんないですけどね、全然釣りやんないんで。スカイツリーが何とも言えない、こういい感じになってますね。スカイツリーの下で大物を釣りたいと思います。今ですね、すごい魚がジャンプしてるので、その近くに投げたいんですけど、全然そこに行かないです。テクニックいりますね、釣りも。全然1000円の差を全然使えますね。今200投目です。スカイツリーの下で釣りみたい。今京一の投げが、京一の投擲が見られました。これは来そうな予感がします。
くそこまで追いかけてた感じがしたんですけどね、気のせいでした。今日一更新しました。はい、ということで、本日の検証結果、ダイソーで揃えた釣り具で魚は釣れるのかということだったんですけど、釣れませんでした。道具の問題っていうか、まあ自分の腕とかですね、まあ、今日の潮の流れとか、まあいろんなものがあるので、まあ、ダイソーがということではないんですけど、今日は釣れませんでしたけど、釣りをですねこれからも続けていってですね、釣るところまで見せたいと思います。必ずリベンジして釣って食べるところまで見せたいと思いますので、皆さん次回もご期待ください。ありがとうございました。